こんにちは。今日は5月に無印良品で購入したものを紹介していきます。はい、はじめにリピート品になります。きなりカットコットンの大判タイプですね。これは今は68枚入りになっていますので、これをね計4つ購入してきました。これ本当使いやすくてめっちゃ気に入ってるのでずっとリピートしてますね。これとあとはやっぱ使いやすいのは松木用のコットンかな。この大判タイプ、この大きさが本当大好きですね。そしてコスメ、あ、スキンケア、はい、こちらですね。めっちゃ気になっていた発酵導入美容液 50ml になりますね。これね、店舗によってはねまだ品切れだったりすることがあるんですけど、私は近くの最寄りの無印で発見することができました。これもねずっと気になってたので順次使ってみたいと思います。そしてこちらはメッシュポーチなんですけど、歯ブラシポーチですね。まあ、普通にオーラ2だったりシステマだったりとかね、歯ブラシセット買ったりしてるんですけど、私歯ブラシがヘッドが大型、なんて言うんだろう、幅広のやつが好きで、ずっとそれを使ってるんですよね、自宅では。なのでそれをね持ち歩きたくて、この歯ブラシとあとはまあ歯磨き粉ですよね、一緒に入れて持ち歩けるようにメッシュポーチ購入しました。はい、そしてツール品になります。トリガーヘッドです。スプレーヘッドのトリガータイプですね。これね、いろんな化粧水のボトルに付け替えれることができるんですけど、めっちゃ楽ですよね。まあ手に出して浸すこともなく、もうシャ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 って夏とかはねかけて押し込めばいいみたいな感じなので、これね2つ購入してきました。そして夏ならではの、はい、こちらですね。こちらはひんやりボディミストのエクストラクールを2本買ってきました。もう夏はねこういうクールタイプのスプレーが必須ですよね。無印にもありましたので、まあちょっとねサイズも小さめなので、オキシーとかのより全然小さめなので持ち歩けるしいいなと思ってこちらを購入しました。ひんやり具合どうなのかな。でもエクストラクールってなってるからよっぽどひんやりするんでしょう。このボトルも爽やかな色で涼しそうでいいですよね。そしてはい、こちらアクリルのケースなんですけど、こちらはティッシュボックスで、ソフトパックのティッシュ用になりますね。今はねちょっともらったティッシュで箱ティッシュを使ってるんですけど、もともとストックは小さいソフトパックのティッシュを使ってるので、それのティッシュケースが欲しくて、無印で可愛いというかね、シンプルなアクリルのケースを買ってまいりました。これに入れてリビングで使いたいと思います。そしてよいしょ、映るかな。こちらはですね、足成りサンダル、土踏まずの部分がちょっと盛り上がってて程よく足の裏に沿うサンダルということですが、これは私はベランダに出るときに使うサンダルがもうだいぶね風にさらされて変色して、ちょっともうね
ボロボロなのでベランダに出るときに使うためのサンダルとして購入しました。まあ全然100均とか何でもよかったんですけど、たまたま無印でシンプルでいいなと思ったので購入しました。履きやすそう。 M サイズを買いましたね。ちょっと大きいかも。 M でもこれメンズ用なのかな、関係ないのかな。 M だけど 24.5 から25ですね。ちょっと大きめです。最後に食品系、食品系今回はねルイボスティーはやめました。ルイボスティーなんですけど味付きですね。この白桃とグリーンルイボスで、こちらがマスカットグリーンルイボス、味付きのものを買ってみました。普段のねノーマルのルイボスティーもすごい好きなんですけど、たまにちょっとねふんわり味があるやつもいいかなと思って買ってみました。はい、こちら最後になります。これはブラッドオレンジ&イタリアンレモン、粉末になってますね。しかもこれね季節限定なんですよ。でまあこちらティースプーン3杯分ほど入れて冷水140を注いでよくかき混ぜる。炭酸に割ってもいいしお酒に割ってもいいしっていう感じで、なんだろう、ジュースになるのかな。一応粉末の清涼飲料になってますね。夏はこういうちょっとさっぱりした、でも炭酸に混ぜてもいいかな、ファンタオレンジみたいにさっぱりした味になるかな。ちょっとこの限定に惹かれて買ってみました。多分炭酸に混ぜた方が美味しそうですね。5月の無印良品での購入品は以上になります。ご視聴ありがとうございました。